回は苦労したけどペリカンふ頭まで星を取ったよ。1回倒産したからな。今回は黒缶物資をやっていくよ。大きい町だな。黒缶物資では半分ぐらいの人が病気のようだ。それはひどいね。そんな中でも成功して地盤を固めようってことのようだ。今までの失敗も踏まえてきっちりやっていくよ。さて最初の整備が終わったよ。変わり映えしないけどね。お金があるからといって一気に建てても失敗するからな。そうだね。ここも前回の反省点。マーケティングルームを建てていくよ。早めにキャンペーンを打ってキャッシュフローを安定させたいところだな。最初だから大きいキャンペーンは打たないけど、少しでも薬局に人を回してお金を増やしておきたい。なるほどな。人を配置して準備完了。結構整備できたかな。とりあえず精神科、デラックスクリニック、ファンズラボ、インジェクションルーム、骨折と通常の入院室を作ったよ。現時点だと大体の病気をカバーできそうだな。伝染病が発生した。呪いにかかる伝染病だな。そのうちデクリプターの出番が来るね。一つ目のビルは大体整備できたかな。通路も確保するべきと考えると、再配置しないともうきれいに置けないんだ。あと周りの土地を買ってビルを建てようと思ったけど、13万ドル必要だったりするからなかなか買えないね。ローンは避けたいのでしばらくお金が貯まるのを待つね。さてお金がそこそこ貯まったので新しいビルを建てるよ。ようやくだ。新しいビルは治療専用のビルにするよ。前の失敗を生かしていくのはいいことだ。その分面白みはないけどね。新しいビルが完成したので、今までのビルも含めて再配置していくよ。治療系の施設を新しいビルに移して、あとペストコントロールが必要だったからそれも新しく作って、ちょっとどう作るか迷ってるけど、これで治療施設は前のビルから全部移転したかな。前のビルは診断系の施設を配置するんだ。今回はレントゲン室を配置したよ。今まであまり作ってなかったしね。2つ目も手狭になってきたから3つ目のビルを建てるよ。2つ目のビルは大体の治療施設が整ってるからコピーを作る感じかな。人の配置も考えた方がいいぞ。単純にコピーを作るのではなく、同じ治療室を固めるなど移動効率も考えた方がいい。そうするね。インジェクションルームに大量の患者さんがやってきた。もう一つインジェクションルームを作っていくよ。その前に精神科を移動だな。そうだね。そして空いたスペースに作る。単純コピーは無理だったのでレイアウトを変更。ゴミ箱をどかしてドアを配置して完成。精神科の医師の移動も考えて仕事の割り振りをし直しだな。そうするね。パンデミックが起きたね。ちょうどいい機会だから新しいところに移して、働き方の見直しをするのもいいだろう。ファンズラボを新しいところに移して、コピーでもう一部屋作ったよ。そして精神科の先生はファンズラボでも働くように指示するね。これで精神科が暇な時はファンズラボで働いてくれるな。効率が上がっていいね。もうゴールが見えてきたね。大きい以外は特に難しいことはなかったな。集大成的な感じがするな。そうだね。250人の治療は終わった。合わせて治療率も達成したようだな。ここは簡単だったな。ビュークレジットとあるな。もしかしてエンディング？何もアンロックされてないし、エンディング始まっちゃった。どうやら終わりのようだな。黒缶物資で終わりだったんだね。そのようだな。結構長かった気もしたけど、終わってみれば短かったね。まだ DLC コンテンツとかあるの？キャンパスが出るまでの勉強のつもりだったんじゃないの？そのキャンパスだが発売日が延期になったらしい。え、そうなの？なので他のゲームをすることになるだろう。実際は取りためて編集しているので、タイムリーに進めることはあまりできてないよな。そうだね。一旦ホスピタルは終わりでいると思う。疲れたな。気が向いたら星さんを目指すか、リミックスをするかだな。それも結構大変だよね。本気で楽しむにはまだ解除されてない要素もあるし、裏で進めるのはありかな。納得するものができたら動画にするのもいいだろう。そうだね。さてキャンパスの発売日だが、
2022年8月9日になったようだぞ。この動画は5月頭に公開されているはずだから続きできると思ってたんだけどね。それまではキャンパスのトレイアウトか見ながら予習かな。そうしておくのもいいだろう。とはいえこのホスピタルと同じ流れを組むことを考えると予習しすぎて楽しみが減ってしまうのもいかがなものかと思う。それもそっか。ちょうど5月だとソウルディアーズがあるしな。デモ版をやったね。そちらをやってもらうことになる。それも発売日が延期になったりして。そうなったらまた別のゲームを考えるしかないだろう。そうだね。どうせなら爽快さのあるゲームがいいな。そのあたりのゲームも探しておこう。まとめになっちゃうけど、ホスピタルは全体的に難易度の低いゲームだと思う。割とお金は緩いし、評判は下がってもそんなに影響を受けている気がしない。その割には倒産したがな。ともかくちゃんと治療に患者さんを誘導できればお金も困らない。保険としてローンもあるしね。ご利用は計画的に。もうそろそろクレジットロールも終わりだね。ここまで見てくださった方ありがとうございます。ありがとう。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。